武藤静香、武藤静香、武藤静香。1987年2月4日隊は、日本のギャルファッションモデル、並びにファッションデザイナー。162センチメートル、43キログラム、78から58から80、神奈川県出身。モデルとしては、2006年より継続していた、雑誌、昭和魔アゲハの、専属モデル活動が何より著名。 2013年12月をもって小悪魔アゲハを卒業し、現在では自身がデザイナーを務めるアパレルブランド、レイリを本業としている。モデル業の指導は16歳当時の2003年。その舞台となったのはギャル系ファッション雑誌のエッグ、であった。それから3年間にわたって同志とランズキ、ランズキ、氏のモデルをい、19歳当時の2006年に 小悪魔アゲハの専属モデルへ。以降、同志への露出に合わせて、ファッションブランドのプロデュース、各種テレビ番組やイベントへの出演などで、幅広い活動を展開。2013年にはそれまで8年間にわたって、専属モデルを担った、小悪魔アゲハを、卒業、同時20年間のモデル活動に終止符を打つ運びとなった。その後2015年6月、S、河合。 ハイパーにて、久しぶりに、モデル活動を復活し、早速表紙に登場する。可愛くなりたいあなたのために、をコンセプトとする、ファッションブランド、レイリー、レディーを2008年に発起。自身がデザイナーを務める。モバイルサイトでの販売を軸に売上げを伸ばし、それから3年後、会員数が10万を超えた2011年には新たに、ハウスラインバイレイリー並びに、 デイトラインバイレイリという二つの枝ブランドをし、同年4月には月賞1億円を突破。ファッション業界専門誌、千見新聞に一面で取り上げられたほどの事態であった。2012年には東京に初の実店舗を開業、さらに続けて大阪にも開業。第一号店となった東京のそれは原宿表参道の新規。 東急プラザの4階に大阪のそれは震災橋のオーパの6階に位置する運びとなった。4月18日の開店となった東京店では830万円の初日売り上げを計上。同日のウェブ店舗との連動売り上げ額はこのブランドの過去最高の日照に当たる3830万円であった。先立つ2月から女優の尺美子をブランドのイメージモデルに起用。 かねてよりシャクのファンで、自身も愛読していたシャクのブログにて、シャクが出入りを着用していることから、ブログを通じて出会い、それがきっかけとなっての起用であったという。5月になると、ガールズアワードバイクルーズ 2012SS のスペシャルステージに出展。早速、イメージモデルとしてのシャクに不慣れなランウェイを歩かせるに至っている。この時期には、 ウェブ店舗の月間平均売り上げが1億5000万円に到達。さらに7月には前年比300%増に当たる3億円の月間売り上げを記録。10月には第3弾となる実店舗を東京新宿ルメネエストに2013年3月には新西橋大パ店の店舗拡大リニューアル。4月には4店舗目となる実店舗を大阪梅田大パに開業。 オーパに関しては年間最優秀店舗として表彰されると、実店舗においても輝かしい結果を残している。ウェブでの展開において目を引くのは2013年12月に開設したレイディライン公式アカウント。単一アパレルブランドとしては稀な試みで、翌2014年3月にはギャルスタンプと称し、オリジナルのスタンプ配信を開始する。 スタンプ配信後、LINE 友達数は増加を続け、アパレルブランドとしては、驚異的な400万人を突破した。また、2015年3月には、LINE スタンプ第2弾を配信し、会員数は、今や、約600万人というアパレルブランドとしては、他に類を見ない数となっている。2014年5月には、ハローキティ40周年を記念し、レイディ、 ハロー危機期間限定コラボショップを東京渋谷109、名古屋丸江にオープン。オープン以降、入場規制がかかるほどの大反響を呼んだ。渋谷109で行われた記念イベントには、若い女性が殺到し、警察の指導が入り急遽イベントが早く切り上げられる、事態となった。2015年5月2日から4日には、 新宿アルタ入口の特設ステージでビーチアイテムなどの商品に特化した期間限定ショップビーチプールコレクション2015を開催。この期間限定ショップでは入場までに3時間を要す長蛇の列ができるなど同館における歴代売上げの1を記録し最終日には用意していた商品が完売となり正午過ぎに余儀なく閉店するという事態になった。 2015年7月には過去最高の月間10億円の売上を達成し、同年12月には海外進出を果たす。海外第一号店は世界でも有数の商業施設、香港のハーバーシティ店となっている。神奈川県の鎌倉市に出生、長女として育ち、高校入学と共に日焼けを開始、以降、小悪魔ーゲハに露出し始める時期まで日焼けに親しみ、 その時期には、ハワイで、ネイルの資格を取得したという。長らく継続してきた恋人との同性生活は、小悪魔、アゲハ市場でも自ら話題としている、2010年5月号時点で4年と4ヶ月。同種2012年8月号では、居住マンションの家賃が1月あたり100万円。常時タクシー移動の交通費が1月あたり20万円。 その他もろもろ合わせて一月あたりおよそ377万円の総合出費という金事情が注目を集めた。翌2013年にあっては各モデルの着想品の合計価格、全身総額を競う企画、6月号において786万円という全身総額が話題に上るなどしている。2013年12月に結婚。相手は レイディの経営に共に携わってきた3歳年上の男性で、それまで8年間にわたって交際関係にあったという。この結婚に加え、同時期の小悪魔、アゲげ市上では、総額3億円超の東京、六本木のマンションを自宅としていることなども合わせて公開するに至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。